アニメ「ヴィンランドサガ」の監督を務めます薮田修平と申します。作品のテーマはすごく重たくて、はい、深いものなんですけど、ただキャラクターたちっていうのがすごく親しみやすいキャラクターたちになっているので、読んでる人がすごい入り込みやすいというか、テーマに触れやすい作りになっていて、それはやっぱり雪村先生の、作風特徴なのかなというふうに思ってて、自分も雪村先生のそういうところがすごい好きなので、はい、ずっと連載当初からずっと読んでます、はいはい、すごい熱烈なファンが多いので、はい、日本だけじゃなくて海外でもすごい熱烈なファンが多いので、まず雪村先生っていう、まあ、原作者ももちろん尊重はしていきつつなんですけど、やっぱりファンたちっていうのがすごくディープなファンが多い作品だと思うので、なんでそういった方たちにとってもまあ、イメージしてたものとズレがないようにっていうのをまず考えましたね、はいはい、あとはその原作の画面の密度はすごい高いものなので、そこをいかに作り込んでいくかっていうのを最初に考えた問題だなというふうに思いました。でもやっぱりそのキャラクターたちに物語の導き手になってもらわないといけないので、キャラクターたちがまず魅力的であることっていうのと、あとは印象的なセリフ、やっぱり雪村先生うまいなと思ってるので、まあ原作でも大きいコマを使ってる見開きとか大きいコマを使ってるところのセリフとかっていうものの印象をしっかりお客さんに残せるようにしたいなっていうふうに思って、やってますね、はい、ほぼ、まあ、確信を持ってやってはいたんですけど、今回その、まあ、海がよく出てくるので波の表現を CG にしたいっていうのは初めから思っていて、でやっぱり自然の力強さとかスケール感っていうものをゆったりとした動きの波で表現したいっていう気持ちはずっとあったので、はい、そこのコントロールには時間をかけたし、うまくいったんじゃないかなというふうに思ってます、はい、原作はすごい長いので、はい、初期と後半の絵がだいぶ違うっていうのがまずあって、はい、じゃあどこを目指していくかっていう話になった時に、自分の中では割と初期の雰囲気っていうのを意識してほしいっていう話だけはしました、はい、っていうのもそのやっぱり楽しそうに見える、ビジュアルから楽しそうに見えるっていうことは大事だと思うので、はい、リアルになりすぎて劇画になりすぎてなんか重たそうだなっていうビジュアルのイメージをお客さんに持たれるってことは避けたいなと思ってたので、そこは初めに相談しました。キャラクターが世界の中心にいるっていう感じは避けたかったんですね。キャラクターって所詮たった一人の人間なんで、世界を動かせるわけもないじゃないですか。だからキャラクターよりも世界の方が広くて大きくて強大でっていう、そういうものを表現するためにはやっぱりスケール感とか背景の密度っていうのは、はい、まあそういう存在感ですね、はい、が不可欠だなというふうには思ってたので、そういった話を初めの方にしましたね、はい、まあ今は詳しくお話できないですけど、まあ結末をどこまでやるかっていうところが初めに決まって、それに付随してそういう風になったって感じですね。瀬古さんの話を聞いて自分もすごく納得できたというか、はい、原作の1話はものすごく魅力的じゃないですか、ああいう派手なアクションから始まって、はいはいはい、でお客さんを引きつける入り口としてはもう申し分ない完璧な1話だと思ってはいるんですが、回想シーンっていうものの捉え方が瀬古さんと自分の中で結構同じように考えているところがあって、階層で何が起きてもやっぱり現在って変わらないじゃないですか、はいはいはい、多分瀬古さんも同じだと思うんですけど、結局そのこういうことがありましたっていうことを伝えることはできても、もうすでに決まったこととしてそこにある見せ方なので、はい、もちろん階層シーンが悪いってわけではないんですけど、はいはい、それよりは時系列順に描いていくっていうことの方が重要なんじゃないかっていう、なるほど、ね、その時にやっぱり問題になってくるのがドア玉の引きになってくるので、はい、それもあって
1話の冒頭にオリジナルシーン の、はい、アクションパートを足したっていう形になってますね。やっぱり1話の冒頭だと思うんですよね、はい、自分にとってはですけど、はい、一つ挙げるっていうんであればあそこはすごく瀬古さんの方で大まかな、まあ、シチュエーションと大まかな流れっていうのはご提案いただいてたんですけど、はい、ほぼほぼ根底でイメージに任せるまま根底を書いていって、そこに原作ファンであればどういうことを喜んでくれるだろうとかっていうふうに考えながら作れたし、はい、アクションも今まで自分が進撃とかカバネリとかでやってたような、はい、自分が 3D でカメラワークとキャラクターアニメーションを先に作って、はい、それに合わせてロトスコみたいに作画するみたいな技法っていうのを、まあ、自分の得意分野で絵作りもできたし、すごく気に入ってますね、はいはい、リズムかな、やっぱりテンポを一番重視して、先ほどのセリフのところもそうですけど、はい、テンポを一番重視したりとか、あとは、次回の引きになるような構成面ですけど、はい、ちゃんと引きになるような切りどころであったりとか、そういうテンポとかで、あと音楽のライン、音楽ラインですね、音楽の弾き方とか、音楽ラインも、まあ、前の犬屋敷の時からそうなんですけど、はい、今回も自分で全部音楽ライン弾いてるので、はい、そういったタイミング、テンポと音楽ライン、音楽の入り方、そこに絵と役者さんのお芝居がリンクするっていう、その気持ちのいいリズム感を探るっていうことは、はい、アニメ映像にしかできないことなので、そこに関してはイメージに近いようにコントロールで今のところコントロールできているので、そこを楽しんでもらえたら一番嬉しいな、皆さんにとっても良いと感じれるものだったら嬉しいなって感じですね、はい。